2003年のバレンシアグランプリはロードレース世界選手権の2003年シーズン最終戦として10月31日から11月2日までスペインのバレンシアサーキットで開催された 125cc クラス決勝ではスティーブ・エンクナー、エクトル・バルベラとのバトルを制したケイシー・ストーナーがグランプリ初優勝を遂げた年間ランキングでは アレックス・デ・アンジェリスは今回リタイアを喫したものの、なんとか2位の座を確保、2ポイント差でバルベラが3位、4ポイント差でステファノ・ペルジーニが4位となった。250cc クラスでは、ランディ・ドプニエが、トニエリアスとのバトルを制して、シーズン3勝目を挙げた。そして年間チャンピオン争いでは、7ポイント差で、トップのマヌエル・ポジャー・リオー・ロベルト・ロルフォは、 ペースが上がらず7位に沈んだ。ポジャーリは3位でフィニッシュし、1993年の原田哲也以来となる 250cc クラスルーキーイヤーでのチャンピオン獲得を成し遂げた。モートジッピークラスではチャンピオンのバレンティーノ・ロッシがセテジベルナウトのバトルを制して3連勝、シーズン9勝目でシーズンを締めくくった。レース後。 ロッシュは4シーズンを共にしたホンダからの離脱を発表。今回挙げた最高峰クラス33勝目がホンダでの最後の勝利となった。また同じホンダ陣営の宇川徹トールはこのシーズン限りでのモートジッピーからの引退を発表した。ありがとうございます。